これって評価低いよねって思った人は絶対見てね。はい、こんにちは。高学歴 YouTuber タクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、ちょっといつもと違って、まあ珍しくね、こういうね、なんだろう、漠然とした、だけど現実社会でありえそうなね、あり得る話について話していきたいと思います。よろしくお願いします。多くの人がね、俺って会社の中で評価低いよねって、まあ思うことあると思います。まあ会社の中だけじゃなくて、例えばね、まあ女性だったら、そういうなんか一定のコミュニティの中でもいいんだけど、会社の中でもコミュニティの中でも評価低いよねって思う人、まあ結構いると思います。で、男性もそうなんだけど、こう思うんですよ。これなんでかわかります？まあこれね、いろんな理由があって、まあ、一つは、その、二つに分けられると思うんだけど、一つはね、これ会社が、日本の会社っていうのは、これ一般論で話しますけど、一般論ね、日本の会社っていうのは基本的に労働者を搾取していくっていうのが日本のやり方で、つまりその労働者をね、やっぱり高く評価するってことを日本の会社ではないんですよ。おそらくないですね。これはね、やっぱり搾取して、もっと働け、もっと働けってやって、低い評価しかしないんですよ。で、その労働者をね、搾取して、するために低い評価しかしない。で、それがね、例えばなんかね、業績上げてもね、結局、給料にね、反映しないんですよ。それはね、口ではいいことを言うかもしれないけど、結局、給料にほとんど反映されない。だから、そういう意味では、結局ね、評価低いんですよ。これもう日本の企業の、悪いところっていうかね、仕方ないですね。で、まあ、それはね、僕が変えようと思っても絶対変わらないから、ここでは置いておくんだけど、まあ、そういうね、現実が一つあります。で、それをまあ、僕が言っても変わらないから、じゃあ、二つ目、じゃあ何したらいいのっていうことになると思うんですけど、そこについてお話します。で、結構本当に、自分評価低いなって思って、まあ思ってる方いっぱいいるんだけど、男性ってね、すごく仕事に対してこう真面目に取り組むんですよ。これ男性の特徴ね。で、仕事、日本人特にそうなんだけど、仕事をね、真面目に勤勉にやると。で、本当にね、言われたこともやるし、成果を出すために頑張るんですけど、なかなかうまくいかないんですよね。で、女性の場合は、まあ、女性っていうだけで、まあ、男性の評価が高いし、コミュニケーション能力も高いんで、女性の方が結局ね、評価されちゃうんですよ。あんまり仕事、大したことしてなくても、女性の方が評価されるっていうところがあります。で、じゃあ男性はどうしたらいいのかっていうと、まあ、これね、本当に難しい問題なんだけど、まあ僕はね、僕もまあこう感じたことあるんだけど、俺ってやっぱり評価低いよねって感じたことあるんで、すごいね、皆さんの気持ちがわかるんですけど、そういう時にね、まあこう考えてほしいんですよね。昔、ハーバードの教授であったね、ウィリアム・ジェームズっていう人がね、こういうこと言ったんですよ。動作は感情に従って生じるように見えるが、実際はその動作とね、感情っていうのは一緒にね、起こってると。その動作と感情っていうのがあるっていうことで、それが実際にね、同時に起こってると。で、動作の方は、変えることができるんだけど、人のね、そういうね、感情、これは変えることができないと。だからどうしたらいいかというと、そのね、動作を変えることで人の感情って変わるんだよって、自分の中の感情ですね、これが変わる。だからそれで調整できるっていうね、これすごいいいこと言ったんですよ。もういいこと言ったって僕が言っても、いやお前偉そうだろうって思われちゃうんだけど、これね、どういうことかというと、こういうね、やっぱ俺評価されないよねとかね、俺何もできないよねってこうね、感情と、動作、これがまあ並行して起こるらしいんだけど、まあ、ここがね、正しいか間違ってるかっていうのはまあ別に置いといて、結局感情、そういう感情になった時に僕たちはその感情をね、コントロールできないんですよ。これやっぱ俺評価低いな、俺仕事できない、ダメな人間だなって思っちゃうんですよ、みんな。だから、感情はコントロールできないです。だから、その自分のね、動作を変えると。
これどういうことかというと、例えばね、俺仕事できないなと思った時に、まあね、なんかこう気分転換にね、なんか違う、なんか今までやらなかったスポーツやってみるとかね、ランニングに出るとかね、その感情を変えるためのね、何か行動をするってことなんですよ。まあ、例えばじゃあ、まあ、仕事できなかったんだけど、まあ、俺は仕事できるんだって思い込むために、なんかね、こう、なんか新しいね、まあ、スーツとかね、バッグとか買ってみるのもいいかもしれないですね。買うっていう行動をするね。で、なんかちょっと新しいバッグ持ってね、いや、俺絶対仕事できるからって、で、感情を変えていくっていうのも、まあ、一つかもしれないですね。っていう感じで、まあ、今具体例出したんだけど、そういう感じで結局自分の行動を変えることで、まあね、その感情が変わっていくっていうのをね、まあ、述べた人になります。この人ね、いろんなことを述べてるんですよね。で、なかなかね、興味深い、内容なのでね、まあ、今日はちょっと紹介します。なんでこの2の方、後の方はね、ぜひ、まあ、やってもらったらね、僕はいいと思います。なんかね、こう、感情的になった時でもいいし、こうね、俺評価低いなと思ってやる気がなくなった時でもいいんだけど、ぜひね、行動してみてください。まあ、行動、どういう行動するか、そのシチュエーションでね、まあ、自分で考えてもらったらいいと思うんですけど、行動しないことには感情変わらないっていうことですね。ということで今日はね、ちょっとメンタリスト第5っぽくね、まあ名前言っちゃっていいんかわかんないけどね、メンタリスト第5っぽく、ちょっとね、大学のね、教授がね、昔、元ハーバードの教授だった人が言った、まあそういう言葉を使ってね、こういう時はね、こう乗り切よう、乗り切ようってね、乗り越えようっていうね、話をしました。まあね、こういうのって、ね、おそらく似たような分野でも、話される方に非常に多いと思うんだけど、ぜひ今日のね言葉皆さん思い出してね、生かしてください。最後にね、今日の動画見ていいなと思った人はね、ぜひ高評価よろしくお願いします。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。